今日は1月9日の水曜日です。カニサボテンを描きます。まずカニサボテンのお花のところからデッサンしていきましょう。次にカニサボテンのサボテンの部分をデッサンします。こちらもカニサボテンのつぼみをデッサンしましょう。カニサボテンのデッサンができましたので彩色に入ります。こちらもカニサボテンのつぼみを彩色しましょう。カニサボテンのサボテンの部分を彩色します。これでカニサボテンの絵が仕上がりました。